いいか、スグハ。もともとこのアコウの町は三角巣状にあったので水の確保に苦労したんだ。井戸を掘っても水に塩分を含んでいたからな。だが千種川上流からの水を取水する施設を長直様が完成させた。塩で5000石、小物なりなどもあって合計すると7万石はある。れっきとした大名であるぞ。それに赤穂藩がすごいのは塩だけじゃない。浅野家は幕府で定められている標準軍備の3倍以上の兵力を持っている。諸大名が天下太平をいいことに軍縮に走っているにもかかわらずだ。お役御免になった浪人どもが徘徊し問題になっている。だが浅野家はそんなことになっていない。これもひとえに殿が武士の志を大事にしているからだ。今の上様になってから大名と小名を合わせると30の改易があったからな。数は3万人を超えると言われている。沙汰も金次第に違い、髪型などでは刀よりそろばんを弾ける方が出世が早いとも聞く。だがこの赤穂の藩士は武士の心を忘れてはいないのだ。
ているのに。極楽の話だ。おい、その物言いもいい加減に直せ。喋る言葉一つにも気をつけねば侍ではないのだぞ。お前の喋る言葉はどこか軽く聞こえる。違うところ違うぞ。お前、意味を知っていてわざと使っているだろう。まったく、お前のことをエモシチア長介殿が藩士の皆に隠したのは得策であったな。いいか、先ほどの質問だが、一国でおよそ千号だ。ん？私の家の禄は1500石だ。三人ぶちだぜ。俺は下っ端侍だから、松之丞殿の家のように米で六をもらえないんだ。ほら忠七、そんなことを申すな。そなたは中古将で、殿の雑務や警護という重要な務めをしておるんだ。今はそうであっても、今後の働き次第でいくらでも禄は増える。分かってますって。それに15両もいただいてる今、食べるのには困ってません。そうだな、俺くらいの暮らしだと1年で10両あればなんとか生活はできるぜ。話ばかりでつまらなかったんだから。忠七は話よりも剣術の方が得意だものな。大好きな証拠に、この松之丞よりも剣術の腕は上だ。館内でも忠七より剣達者なものは少なかろう。
いたら助けるのが当然ではないか。それに私は城代家老の子だろ。私は幼き頃からそのような目で藩士たちに見られてきて育った。そうすると私にすり寄ってくるものも多くてな。稽古すると楽しいからな。相変わらずスグハ
は責められっぱなしだな。来て桜も咲いてきたの。ほう、蝶も飛んでおる。そうか、お前も暖かくなって外に出てきたのだな。もう、なんなのじゃ。天下の往来をしない片手に走るとは何事か。お前は、長介のところのスムハではないか。
一緒であったのか。久しぶりじゃの。元気にしておったか。このああ相変わらずエモシチは可愛いの。こうやってエモシチを抱きしめるのも久しぶりじゃ。当然のことよ。母上、家臣に向かって何を申しておられます。別に良いではないか。よくありません。母上はご自分の立場が分かっているのですか。藩士の方々からヒルアンドンなどと陰口を叩かれているのですよ。母上に相談しても出世は見込めないとまで言われているのに。母もそのことは存じておるぞ。ヒルアンドンとはなかなかうまい例えだ。
別に母上のことを褒めているわけではないです。松之丞、家老などは藩が安泰な時は暇なものなのじゃ。家老が忙しく立ち回るなど藩にとって一大事の時だけ。しかし、シュグハちゃん、どうされました？お？いかにも、大石蔵之助は我のことじゃが？殿は今、江戸で勅使様をお迎えに上がる凶役の役目を任されている。そして、その凶役の指南役に、高家筆頭の吉良上野介様がついている。凶役？毎年、正月に高家の方が将軍様の年賀のお言葉を持って朝廷に挨拶に行くのだ。その挨拶を今年は吉良上野介様がされた。そして今度はその返答のために朝廷が江戸に参る。その際に江戸に参った勅使様におもてなしするのが凶役だ。3万石以上、10万石までの大名が命じられ、加盟されたら事態はできぬ。その凶役のお役目を命じられたのが殿じゃ。だが、すぐは
いくらなんでも殿がキラ様相手に忍者、ヨタ話にも程があるぞ。なら殿が忍城に及んだ日を申せ。言えぬのならお前が何を妄想がヨタ話にしかならんぞ。そうだぞ、よりにもよって殿が殿中で忍城などと。スグハさん、いくらなんでも申していいことと悪いことがあります。まだ言うか。それ以上殿を愚弄するならこの場でお前を切り捨てるぞ。エモシチ、そなたの家では普段からこのような話をしているのか。いえ、ですがスグハさんは1日の太陽の欠けるのを見てから少し記憶を失っておりまして。記憶を？松之丞、そなたも知っておったのか。良いか、スグハ。この蔵之助の前だったから良かったものの、今の話を他の藩士に聞かれでもしたらお前は打ち首者じゃ。とりあえず気が落ち着くまで家の中で養生していろ。その間に私が腕の良い医者を探しておくのでな。お務めを果たしてくださればよいが。深見スグハか。